個ね、ポーチも作りました。かわいい、おしゃれ、ありがとう。開けてください。うん、これパッカパッカ、あ、はあ、またお昼飲むお便りを、はあ、入れていただいて、わー、なに待って待って、うちの母親から手紙入ってる。お母さん、お母様なんで映るかな、そうか、ハッピーバースデーあなたの緑。わあ何この絵、すごい、お母様のイラスト可愛い、イラストが書いてありますけどね。お母様のでも書くイラスト、なんか沙織さんの書くイラストになんか雰囲気、本当にテイスト似てる。確かになんか目が点なとことかちょっと似てるかもしれない。そう、ありがとうございます。こちらポーチ。良いですか、リエちゃん歌ってくれるんですか。歌いたいです。ありがとうございます。この曲を聴いて歌わずにはいられない。え、お願いします。嬉しい。え、でもあれですよね、んサオサオって呼ばれた方がいいんでしたっけ。いや、それはもう人生で初めて呼ばれたのよ。初めてだったんですか。でも嬉しいからリエちゃんにも呼んでほしいな。じゃあサオサオでいいんですか。じゃあ下野さん、ありがとうございます。お願いします。はい、ではじゃあ皆さんもぜひ一緒に歌っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサオサオ。嬉しい、すごい。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとう、ありがとうございます。皆さんもね、スタッフの皆さんも歌ってくださってありがとうございます。サオサオが浸透してまいりましたね。サオサオ、あ、こちら